皆さんこんにちは。たしみな介護士チャンネルへようこそ。このチャンネルではたしみな介護士がその趣味を一つ一つ紹介していきます。記念すべき第1回目はナウガモンスターを紹介していきます。ナウガモンスターって何って思う方が大半だと思うんですけども、これは世界初の合皮でできたぬいぐるみです。アメリカで1960年代にユニロイヤル社という会社が世界初の合皮を作りました。でもその当時合皮って言っても馴染みがなくて、まあ製品に使われていても本当に革の質感なので、これは何の革っていう問い合わせがすごく多かったらしいんですね。その当時のセールスコピーとしては、動物を殺傷しなくても手に入る安価で丈夫な革というキャッチコピーだったそうなんですね。そこで架空のナウガモンスターという動物が脱皮を繰り返してその革を使って製品を作っているというふうに販売促進をしようとしたらしいんです。そんな面白い発想で販売促進を図ろうってするところが、僕個人としてはアメリカっぽいなって感じで面白いところだと思います。ちょっと同系色で見にくいと思うんですけども、この足元の方にナウガハイド、まあ、ハイドって川って意味なんですけど、ナウガハイドっていう文字が入っていることがあります。こっちの緑色のナウガモンスターの方はまだちょっと字体が違うんですけど、こっちの方にもナウガハイドっていう文字が入っています。このロゴもなんかまちまちなんですよね。なんかそこもアメリカっぽいなーって思いませんか。これ作り方もいろいろあって、このように口を縫い付けているものだったり、こういうペタッとビニールをくっつけただけのものだったり、これも個性があります。この動画を作るにあたって僕ももう再度ちょっといろいろ調べ直したんですけど、このナウガモンスターっていうキャラクターは18世紀のスマトラからアメリカに来た動物だっていう設定があるそうなんですよね。で、要望に合わせて好きな色に脱皮ができます。で、その脱皮した皮を使って、まあ、例えば椅子だったりとかの座面の皮を作っているっていう風に宣伝したらしいんですよね。まあ、でも実際のところはこのビニールレザーの歯切れで作っているので、まあこの色もまちまちですね。まあそれも個性です。でこのオレンジ色のナウガモンスターはこの足元に何も刻印が入ってません。でなんかこの中身がまたまちまちで、これ結構分厚いんですけど、ポテッとした感じ。でもこのオレンジ色の方はちょっと薄めですね。中に入ってる綿がちょっと少なめです。僕的にはちょっとポテッとした方が好みですね。でこれ余談なんですけど、これ意外と日本のドラマとかでセットの小道具として一緒に使われてたりして、このオレンジ色のナウガモンスターに関してはあの有名なキムタクさんと共演した色と同じ色で、僕見つけた時にもう即買いしちゃいました。はい、これ顔のドアップなんですけども、可愛くないですか。まあキモカワなのかもしれないですけど、僕的にはすごく可愛くてお気に入りです。ただちょっとね、お値段結構可愛くないぐらいのお値段します。意外とお高いです。ヤフオクとかで調べていただければわかると思いますが、まあまあの値段します。で最初にナウガモンスターが乗っかってたこの椅子も、実はこれナウガハイドでできた
座面なんですよね。でこれ有名なチャールズ・レイ・イームズっていう方がデザインしたイームズチェアっていう椅子ですね。まあアメリカンヴィンテージとか詳しい方はすぐわかると思います。これもヴィンテージなのでちょっとお高めです。まあ、1960年当時は歯切れを使って、まあ、その販促品としてその販売店に配っていただけなので、まあ、ほぼただ同然だったというか、まあ、ディスプレイで飾ってたものなのでそんな高くはなかったと思うんですけども、今はやっぱりちょっとこれねなんか人気が出てしまったみたいで、まあまあ値段しますね。値段はちょっとお高めですが、まあ、このシルエットとか全体的に僕は好きなので、例えば仕事から疲れて帰ってきたとしてもこれを眺めてることでなんかちょっと癒されていい感じになってます。でこれが、弟が確か見つけロフトかどっかで見つけてくれた iPhone ケースですね。多分 iPhone 5かなんかの時に使ってたケースです。たまにこのミッドセンチュリーって言って、まあ、ヴィンテージアメリカチックなケースとして掘り出し物があったりします。そしてこれがワッペンですね。これもなんか復刻っていうかなんかたまたま見つけてこれは買っとかないとと思って買っちゃいました。で本業介護士やってて普段エプロンするので僕はエプロンに縫い付けて日々楽しんでおります。こちらはステッカーですね。上の2つはなんか家具屋さんとコラボしたやつがなんかネットオークションかなんかに出てたので購入しました。でなんかナウガモンスターって一時期なんか絶滅危機っていうなんか設定もあったみたいで、こちらはナウガモンスター保護協会会員証だったかなの会員証となってます。結構手の込んだ作りとなってますね。これが家具屋さんとのコラボの確かステッカーだったと思います。
さあ、ナウガモンスターいかがでしたでしょうか。このチャンネルが面白いなと思っていただければ、チャンネル登録、高評価の方お願いいたします。それではまた次回の動画を楽しみにしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。